知られている限り最も古い遺恨である、全能者ハリストス、聖カタリナ修道院。神聖と人生という二つの異なる実体の両方を強調するのが、両性論である。威嚇的結合は、主流派のキリスト論において、一つのヒポスタシスに即して、キリストの神聖と人生が合一されることを指すのに、使われる、キリスト教神学の術語。 エフェソス公会議でこの協議が認められるとともに、その重要性が確認され、キリストの人生と神聖はロゴスにおいて、本性とヒポスタシスに即して合一すると述べられた。ヒポスタシスは4世紀後半から5世紀にかけてのキリスト論の議論より以前から、すでに専門用語として使われていた。キリスト教以前に、ギリシア哲学、中でも主にストア派がこの言葉を使っていた。 ヒポスタシスは新約聖書の中でも何度か使われており、それによって後の時代のこの語の専門用語としての理解がもたらされた。この語は語義的には実体、本質を意味するが、このことがかなりの混乱を引き起こした。例えばアレクサンドリアーキュリロスはヒポスタシスを個体、個別者の意味で使っているのに対してキュリロスの論争相手だった。 キュロスのテオドレトスはヒポスタシスをウージアの意味で使っている。そのため今日ではこの語はしばしば威嚇と訳される。これは実際的具体的な自立存在を指し、プラトンのイデアのような抽象的なカテゴリーと対比される。第一二回イア公会議では父と子が同一本質であり、共に不生不滅であると宣言された。この心情が二回イ心情と呼ばれている。 テンプレート、キリストロン・ラオディケアのアポリナリオスが初めて、ヒポスタシスの語を使って、受肉を理解しようとした。アポリナリオスは、キリストの神聖と人生の結合を一つの本性に、一つの実体、一つのヒポスタシスを持つものとして表した。ネストリオス派のモプスエスティアのテオドロスは別方向に進み、キリストにおいては二つの本性、二つのヒポスタシスが、 共存すると主張した。カルケドン心情ではテオドロスに同意して樹肉における二つの本性の存在が認められた。しかし、カルケドン公会議では三位一体の定義に用いられる、時と同様の用法でヒポスタシスの語が用いることが主張された。つまり、ヒポスタシスを威嚇の意味で使い、アポリナリオスの使ったような本性という意味では使わないことが主張された。 そのため、カルケドン公会議では、キリストにおいて二つの本性が存すること、二つの本性がそれぞれの特性を保持していること、唯一の威嚇、唯一の自立存在において合一することが宣言された。この合一の正確な本性は人間の限定的な理解を受け付けず、威嚇的結合は神秘的な合一と呼ばれることもある。アレクサンドリアのノ・キュリロスは、 名状しがたく理解を超えた形で合一したと表現している。カルケドン心情を否定している東方諸教会は、受肉した子は一つの本性のみを有するという定義を採用しているという特徴を持つため男性論として知られている。カルケドン心情の二つの本性においてという名文化はネストリオスはキリスト論に由来類似している。これに対して、 東方諸教会はエウティュケス派単正論に近づく傾向にあるとカルケドン派には見なされている。しかし、東方諸教会は、決してエウティュケスの教説を信じていないこと、キリストの人生はそれ、自体として変化しないと常に主張してきたこと、そのため自分たちの教説を、キリスト論に関するキュリロスの言葉に由来してい 正論と呼ぶことを好んでいることを近年のエキメニカルな対話において明言している。近年では、東方正教会と東方諸教会の指導者たちが再合同のための活動において共同声明に署名している。ありがとうございます。